はい、というわけで、現在は自主浦井駅に来ております。ここからね、40キロくらい先の柏駅の方までね、行ってみたいと思います。自主浦井駅は千葉都市モノレールの終着駅となっています。そして千葉都市モノレールはね、懸垂式のモノレールとして、日本最長を誇っている路線でもあります。はい、今回はその自主浦井駅に来ております。というわけで、毎度おなじみの私の自転車なんですけども、こちらね、柏駅の近くにある、丸い柏店まで行ってみたいと思います。そしてね、自転車の前方にはもう僕のトレードマークである、なでしこのね、アルミナンバープレートがね、貼ってあるということで、もうこれがね、もう実装お守りみたいな感じなんですけども、はい、これでね、行ってみたいと思います。では、柏の丸いまで行ってみましょう。はい、というわけで、柏駅に到着いたしました。いやー、疲れた。本当に疲れた。というわけで、自主浦井駅から 37.9 キロを漕いで、約2時間ほどで着きました。距離も時間もだいたい千葉駅から東京駅までと同じ距離っていう感じですね。いやー、疲れた。というわけで柏駅に着いたんで、続きまして、丸い柏店に行って、ゆるキャンの夏祭りイベントね、やってみたいと思います。では行ってみましょう。はい、というわけで柏駅に着いて、丸い柏店のイベントコーナーにありますゆるキャンの夏祭りを、見に来ました。いやー、もうね、階段を登ったらね、もう目の前にはもう今回の夏祭りのポスターがあって、そのポスターがもう出迎えしてくれてね、もう本当に満足でした。いやー、最高でした。そのイベントコーナーの中にはプロジェクターで映画ゆるキャンの告知の映像が流れていたり、店内にもね、その告知の音声がね、響き渡っていたりとか、今回のゆるキャンの等身大パネルですね、それが、5人あったりとか、あとはもう大絶賛ですね。もうグッズがたくさんあって、ガチャガチャもたくさんあって出た感じで、もう本当に順風満帆なゆるキャンの夏祭りフェアでした。いやー、本当に楽しかった。もう見てるだけで十分でしたね。というわけで、これにてマリーのゆるキャン夏祭りはこれにて終了。お疲れ様でした。次の動画ではね、ここからワープして東京にあります昭島森パークに行ってみたいと思います。そちらの方もね、ゆるキャンのイベントがやってるということなんで、早速行ってみましょう。